ホセミリオサンタマリアイグレシアスは、ウルグアイ、モンテビレオ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。主に、センターバックで起用されたが、右サイドのストッパーも務めた。1948年にナシオナルにてデビュー。その後に移籍したレアルマドリードにおいて、 1950年代後半から1960年代前半にかけての黄金期に守備陣のリーダーとして活躍した。代表チームにおいても、ウルグアイ代表とスペイン代表でプレー二つの異なるナショナルチームで、フィファワールドカップに出場した経験を持つ。長身でたくましい体を持ち、広い活動範囲と屈強なマークで相手アタッカーを封じた。 また高い技術を持ち、ボールをうまく使って、攻撃の起点にもなった。18歳の頃に、地元にある、サッカークラブナショナルモンテビデオでキャリアをスタートさせ、そこでチームを5度のリーグ優勝に導いた。また、ウルグアイ代表として1950フィファワールドカップに招集されるが、チームとのポジションの食い違いから大会に出ることは、なかった。 4年後の 1954FIFA ワールドカップに参加し、ハンガリー代表に延長戦の末敗れた。3位決定戦でもオーストリア代表に敗退したが、屈強なディフェンスで、サンタマリア自身は評価を高め、大会ベストイレブンにも、ウルグアイから唯一選ばれた。1956年の南米選手権では、ウルグアイは優勝したがサンタマリアは出場しなかった。 翌1957年に開催された同大会では全6試合に出場した。1962年のサンタマリア1957年にレアルマドリードへ移籍し、アルフレッド・ディ・ステファノやフランシスコ・ヘント、フェレンツ・プスカシュラ豪華な攻撃陣を支えるセンターバックのレギュラーとして337試合の公式戦に出場。 6度のリーグ優勝や UEFA チャンピオンズカップ、3連覇を含む4度の優勝、インターコンチネンタルカップなど12のメジャータイトルを手にした。ディステファノラが活躍した1950年代、後半から、イエエマドリードと呼ばれた1960年代のチームの間で橋渡し役を務め、レアルマドリードにとって6度目。 サンタマリアにとって4度目のチャンピオンズカップを制した1966年に現役を引退した。ウルグアイ人として初めて UEFA チャンピオンズカップを制覇した選手であり、キャリアの中で50試合に出場した。かつてのチャンピオンズカップは現在のチャンピオンズリーグよりも試合数が少なかったが、パオロ・モンテーロが更新するまでおよそ半世紀の間ウルグアイ人最多。 出場選手であった。また、レアルマドリード入団翌年に、スペイン国籍を取得し、スペイン代表としても 1962FIFA ワールドカップに参加した。グループリーグ3試合中2試合に出場したが、スペイン代表はグループ再開となり敗退することとなった。引退後は、スペイン代表のユースチームで監督を務め、1971年7月からは、 エスパニオールの監督に就任。1972から73シーズンは優勝したアトレティコマドリードと勝ち点差3での3位にクラブを導いた。その後スペイン代表 U-21 を挟んでフル代表の監督を務め、自国開催の 1982FIFA ワールドカップに臨んだ。ナショナルモンテビデオレアルマドリードカテゴリー RCD s RC パニオールの監督、ありがとうございます。